野辺寺町中心部周辺の空中写真。1975年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。野辺寺町は青森県下北半島の基部道の区湾の湾島に位置する町である。気候は山瀬の影響を受け1年を通じて冷涼であり、冬は県内でも有数の豪雪地帯である。 下北半島の付け根に位置し、北に、道の区湾、南に、江干し岳に囲まれる。野辺寺の名の由来は、アイヌ語のヌプンペと言われている。古くから交通の要衝として栄えた。また現在では、下北、上北地域の広域交流の連絡都市としての期待がある。上北郡北部地域及び、東津軽郡平内町の政治、商業の中核を担っていたが、 情報化による、館長、事業所の再編、道路の高規格化に伴う、町の重要度の低下を主因として過疎化が急速に進んでいる。主要解散ものは、ホタテ養殖である。前田ストアマックスバリュー等の食品スーパー、漢文、サンデー等のホームセンター、ハッピードラッグ、薬王堂、スーパードラッグアサヒ等のドラッグストアなど、 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると5.52%減の13,524人であり、増減率は県下40市町村中15位。高等学校、編集中学校、編集小学校、編集その他学校、編集それまで受診環境が良くなかったのヘジ地区に2000年1月に開設された。かつて、 野辺寺町には伝統会社があった。1912年7月事業許可を受け1913年5月に野辺寺電気を設立。1914年7月に事業開始、発電所は持たず7個水電より受電。送電区域は野辺寺町。野辺寺駅地域公規格道路、一般国道主要地方道一般県道の辺寺。 戦争戦死者の墓所級の村家住宅離れあざのヘジ123の一に、所在の国の登録有形文化財。1876年及び1881年の明治天皇の行行の際に、安在所として用いられた、東西宗、霧妻造鉄板武器の木造平屋建ての近代、和風建築。1890年の大火により消失したが、当初の形で再建されたという。 板状立脚独城門時代後期の土偶で国の重要文化財。ありと取り入遺跡出土で調立歴史民族資料館に収蔵。高さ32センチメートルと大型で板状の東部に湾曲した短い両足と上向きの頭部を付けから応じて自立できる東北地方北部における初期の立像土偶である。2012年に国の重要文化財に指定された。 野辺寺戦争戦死者の母書技取り対36に、所在の青森県指定史跡。母親戦争に係る、本州最北、県内唯一の史跡。1868年9月22日から23日の、新政府軍広崎藩、黒井藩と、列藩同盟軍盛岡藩、八戸藩との野辺寺戦争による、新政府軍の小島左近以下の死者のうち27名の、 なお刻んだ四基の墓石である。半境塚あざ柴崎八から八十一に、所在の青森県指定史跡。欧州街道、正木道の南部半量と津軽半量の境に、築かれた、底面直径10メートル、高さ3.5メートルほどの円錐形の塚で、両半に二基ずつ置かれている。一律下防の塚五十二から一に、所在の青森県指定史跡。 底面直径9.5メートル、高さ2.5メートルほどの2期1体の一里塚で、間に、欧州街道の跡が残る。長尺母遺跡出土品、野辺寺1-3に、所在の野辺寺調立歴史民俗資料館に、収蔵される、青森県指定長方。丸のみ、打製石符、石槍をはじめとする28点の石器で、巫女、芝、長尺母文化の標識資料とされる。 野平寺八万、宮本殿、抹茶琴平宮本殿あざささ館12に、所在の野平寺八万宮及びその抹茶である、琴平宮のそれぞれの本殿で、青森県指定長方。野平寺八万宮は、慶長年間の創建とされており、一軒者、流れ作り、土地吹きの本殿は1714年の再建による、ものである。琴平宮は1822年に、 海上安全を期して海鮮島や仙台や彦兵らにより勘定をされた。その本殿は一軒者、流れ作り、コケラ吹きの建築型寿司で後輩柱に上り竜、下り竜の彫刻が施されている。木彫阿弥陀如来立像あざの差は38から2に、所在の福寿山海中寺の本尊で青森県指定長宝。三尺阿弥陀立像で、鎌倉時代のものとされる。 1817年の火災の後、大阪殿、三寺の道場から迎えられたという、最高寺のしだれ桜寺の沢に、所在の最高寺の境内に植えられた、樹齢200年帳のしだれ桜で、青森県指定天然記念物。浜町の城野島のヘ地港への夜間入港のため1827年に、設置された現存日本最古の城野島で、町指定史跡。 旧暦3月10日から10月10日まで点灯された。客船長船宿、五十嵐家が、野辺地港に来航した船やその積み荷を記した町面。町立歴史民俗資料館に収蔵。赤漆塗りと吉木付木原漆器縄文時代前期の木製鉢で、町して有形文化財。向井大石出動で、町立歴史民俗資料館に収蔵。松尾8 2 9年に、 混流の石碑で、町して有形文化財。松尾場所句「花ざかり山は、日頃の朝ぼらけが刻まれる。課長号銅像、明治天皇の御両馬の銅像で、町して有形文化財。課長号は、アメリカ産の青毛のトロッターで、1876年の明治天皇行幸に愚部したが、7月13日に、野辺寺の安在所に到着すると同時に死亡し、 翌日隣接の上皇寺に葬られた。1929年に伊藤国夫の作による等身大の銅像がアタ公園に置かれた。上皇寺には長三州の筆による花鳥号の石踏みが混流される。江戸悲願アタゴ公園にある江戸悲願桜で長指定天然記念物。樹齢三百年北元の江戸悲願とされる。ありがとうございます。